タレント、明石家さんまが15日、MBS ラジオ、ヤングタウン土曜日、に出演し、12日に急死したタレント、RYUCHELL さんの異端だ。さんまは RYUCHELL さんがまだ素人だった時代に、ペコ、元気 ACO、のボーイフレンド、としてテレビ初出演した際に司会を務めていた、RYUCHELL さんと共演すると、この時に生まれた、お父さんの仕事は、建築関係、トントントン、という流れを好んで使っていた。PECO と RYUCHELL さんが結婚した時や、子供が生まれた時にはお祝いを送るなど、プライベートな交流もあった。RYUCHELL さんは6月28日に放送されたフジテレビ系、ほんまでっか、テレビ、SP、にで、演じし、数年ぶりにさんまと再会していた。さんまはこの時のことを、あまりにも綺麗になってるんでな、ちょっと驚いた、と美人化に衝撃を受けたと振り返った。ラジオの中でさんまは、性別適合手術を受け、戸籍上の性別を男性から女性に変更したタレント、KABA ちゃんの引き合いに出し、ホルモン剤の投与についても言及、もっと女性になりたい、と、ホルモン剤の投与を受けていたという KABA ちゃんに対して、これ以上、女性になると、ひょっとしたら、通常とは違う、精神状態になるから、と反対したことがあったと明かした。さらに、でも1年間は危ないらしいんですね。ホルモンのバランスが崩れたりするらしいので、と女性になった後についても持論の展開。だからちょっと心配はしてたんですけど、KABA ちゃん、乗り越えられたから、RYUCHELL も乗り越えられるだろうとか思って、と RYUCHELL さんの変化が引っかかっていたことも語った。ネットの声、ホルモンバランスはになりやすく精神に影響あります。生理前や妊娠、出産でも産後でもホルモンの影響です。私もホルモン治療したことあるからわかります。昨日まで元気だったのにスイッチが入ったように落ち込み、普段なら気にならないことも深く気にして自分はダメだと思う。母もメンタルもとても強い人でしたが、号泣からホルモン服用したり更年期障害になりましたが、精神的になり、死んだ方が楽だと言ってました。今は治りましたが、その時は感情もジェットコースターで、精神不安定がすごいです。妊娠出産後もそうです。私も薬をやめた途端にパッと治りました。特に女性は身体が強いから乗り越えられると言われてますが、男性の身体に女性ホルモンは副作用はもっときついと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。